黒北発電所は、宮崎県宮崎市清武町船引きの清武川上流に設置されている、九州電力の水力発電所。現存する水力発電所では、九州最古であり、1997年5月7日に、宮崎県内発の登録有形文化財に登録された。日向水力電気株式会社が建設。1907年7月3日に完成し、 同年8月1日に運転を開始した。最大出力は2 0 0ット。水車、発電機はいずれもドイツ製であり、完成から100年を超える現在も稼働を続けている。都の城警察署長や鹿児島県の郡長などを務めた元管理の芝岡進は、ある筆き者の中で国の発展には工業が必要であり、そのためには水力発電所による電気を動力とすることが、 必要だといった内容の話を耳にする。この話に感動した芝岡は1900年、事業家の大和田電造とともに発電所建設を決断した。最初は宮崎市南部の宇野き川に建設を計画したが、地形上の問題があったため1901年に建設予定地を清竹川上流に変更し、測量や設計を進行させた。しかし、芝岡、大和田が、 電力開発の素人であることが不安材料となり、賛同者はいなかった。松山市に電力開発に詳しい人物、西賀東吉がいると聞いた二人が松山へ出向いたことで、状況は一変する。記者の話は、西賀のものであったことを知ると、双方が意気投合し、西賀が宮崎へ訪れることとなった。日露戦争などで建設は幾度と中断したものの、 1906年5月に日向水力電気株式会社を設立。総工費10万円をかけて建設が進められ、1907年7月に完成、8月に運転を開始した。黒北発電所は宮崎県内発の事業用発電所であり、黒北発電所の完成により、一般家庭に初めて送電されることとなった。当時ランプで生活していた住民は、 伝統の便利さに驚き、電気歌を歌うまでに至った。1911年10月には、経緯を後世へ語り継ぐためとして、記念碑が建立された。当初は発電所上流部にあり、一般に公開されていなかったが、1988年3月に、現在地に移設された。漢文で記述されてあることから、要約文が掲載された看板が別途設置されている。 発電所となる建屋は、石像の平屋建てである。建築面積は78平方メートル。アーチ型の明かり取り窓や縦長の窓など、洋風建築の衣装が取り入れられている。水車は、ホイト車、発電機は、アイグ車でいずれもドイツ製。建設当初は3人から4人により運転されていた。現在は管理人こそいるものの、実際の運転は、 宮崎市の九州電力宮崎支社総合制御所から遠隔操作がなされている。ありがとうございます。